30試合あっという間です。おのおのが目標もあると思いますし、しっかりマッキーとか、はい、怪我してクリアしたかった目標もクリアできなくなった人もいるんで、今ここにいるのはクリアできるチャンスがある人だけなので、まず目標を明確に持って、その場その場で頑張っていきましょう。今日も一日頑張りましょう。さよう。さすがギャップ30。何でもいいよ、何でも。